100万人登録超えてる VTuber が、売名したいなら高額スパチャを送りなってスパチャ最速。俺も読まないにしよっかな。まあそうしよっかな。なんか俺なんかバカらしくなってきたわ。こういう顔になってきた。まあでも、マジでお金を大事にした方がいいと思う。意味ないよ。スーパーチャットって、これからなんかスパチャで金稼いでやろうってやつのセリフじゃないけど、マジでやめた方がいい。本当に。もったいない。そのお金で美味しいものでも食ってほしい、俺は。もったいないよ。1万円、2万円を簡単に失うのって。お金の価値が分かってない。で、我々は1億、2億稼いでるんだよ。それなのにそいつらに1万円あげるって意味わかんねえだろ。やめな。正気に戻れ、お前ら。マジで正気に戻れ。正気に戻れ。だったら金ないやつに施ししてやれ。初めて2週間のバイチャル YouTuber がスーパーチャットで1600万稼いでた。まあ俺はもう特に何も言わん。俺はマジでもったいないと思う。じゃ何も生み出さないかね。何も生み出さないと思う。俺その金は。まあ本人はね、楽して幸せになれるんだろうけど。日本の未来のためにならないかね だと思う。いや、西村博之に投げるのはまだわかる。質問をね、してほしいな、みたいな。それはわかるよね。まあでもな、こんなこと言っても、俺はもう説得力なくなっちゃったんだろうけど。まだギリギリ言えるからな。3月12日から俺は言えなくなっちゃうからな。まだ俺からの最後の警告。マジでもったいないから一回、ふって。俺のね、結婚式には100万投げていいけど。もうやめちゃ、わかった、わかった。もうバーチャル YouTuber に金投げてやめろ。3月12日で卒業しろ。俺が全部お前らの悪を背負って生きていくわ。本当は嫌だけどね。泣きながらもらうわ。俺は風俗とギャンブルで20万とか言う。それは見返りがあるじゃん。風俗は射精できるし、ギャンブルは夢を追ってるじゃん。もしかしたら帰ってくるかもしれないじゃん。配信者に金投げて何の見返りがあるの？別に金なんてもらわなくてもおもろいぞ、配信って。まあ、俺はね、いっぱいもらっちゃってるから言えるのかもしれないけど。別にいらねえけどな。名前を呼んでもらえる お、じゃあ今日みんなの名前呼んでいくか。お、ありがとね。ノロマーさん。ありがとね。俺今日おめえらの名前呼んであげよう、ただで。バカなんだろうな、名前呼んでほしいとか。死ねよ、クズども。ゴミオタどもが。キモいわ、お前ら。名前呼んでほしいよ、みたいな。知人曰く、バーチャル YouTuber はすぐ引退するから投げるときに 投げないといなくなるらしい で、何その焦燥感？どういうシステムをこ、何すと、とんでもないシステムを構築してるね。早く投げなきゃ。早く投げなきゃ。人気なくなっちゃうから、早く投げ、どうやってその宗教を作り上げたの？麻原彰晃がいるの？上祐かなんかがいるの？とんでもない人がいるね、トップに。大山結婚おめでとう。何それ。俺マジでさ、バーチャル YouTuber の配信見てないから分かんないんだけどさ、誰がそのシステム構築したの？すごくない？キャバクラみたいなもんか。いやいや、じゃあ俺がいいキャバクラ紹介したいからそっち行けって。マジで可愛いし、手とかも全然繋がしてくれるよ。接客してずっとこれよ。めちゃめちゃ可愛い女が。そっち行けって、マジで。紹介してやるって。いいキャバクラ。クソ可愛いぜ。夢見させてくれるぜ。